最初の1枠からゴールするまでとにかく目が離せない、そんなハイレベルな応酬が展開されております。 G1 尼崎センプルカップシリーズ2日目の攻防は第3レースです。1号艇は沖津愛、2号艇吉田俊彦、3号艇赤岩栄四郎、4号艇重成和人、5号艇岡村雅史、6号艇若林翔です。ピットの飛び出し警戒に、ここは3号艇の赤岩が2号艇の吉田を抑える形、どうやら2コース戦となりそうで、2号艇地元の吉田がセンター3コースから、外3艇は枠番通りに4号艇重成、5号艇岡村、6号艇若林と続いていきます。初戦は3着船券絡みとなりました。沖津愛が高枠の1走となりました。人気の中心です。そのキツの外2コースに構えてくるのが3号艇の赤岩義雄です。こちらも初戦は3着と船券絡み、いつも通りの入念な調整でフラッシュムードじわっと仕上げてきているこの3号艇赤岩、そして2号艇地元期待の吉田俊彦はセンター3コースでしょうか。注目モーターの一つ5号機を操ります。今日はもちろんシリーズ初勝利へと挑みます2号艇吉田、4号艇の重成が角位置を取りました。5号艇の岡村はこの外に構えての5コース戦、6号艇若林がこの外へ回っての6コースの進入です。26号機パワーは警戒か、6号艇若林スロー3艇ダッシュ3艇内から1番3番2番4番5番6番です。スタートしました。わずかに好タイミングはスロー勢か、1号艇3号艇2号艇1番この攻防に入ります。先に回る1号艇沖津、3号艇の赤岩が刺していきます。内をついて2号艇の吉田、マックスエッジ入りましたが先頭はこらえた1号艇沖津、2番手追走3号艇の赤岩、3番手からは2号艇の吉田、なおスタートは正常でした。2マークへ入りまして先頭1号艇沖津、2番手から積み寄る3号艇の赤岩、上位体系1番3番13体系、3番手外を回しましては2号艇の吉田、上位3艇1、3、2、4番手以降は5号艇岡村、6号艇の若林、4号艇の重成が続きます。先頭はインこらえました1号艇です、沖津愛、2番手から追走は3号艇赤岩栄四郎、上位体系1番3番で1号艇ちょっと膨らんだ、内側から急接近は3号艇赤岩でその差は2艇身、3番手からは2号艇吉田、4番手以降は6号艇5号艇4号艇となります。2番手からじわりじわりと詰め寄ってくるのは3号艇の赤岩、しかし先に回っていくのが1号艇のキツ、慎重にクリア、その内をつく3号艇の赤岩で上位体系は1番3番、3番手から2号艇吉田、4番手以降6号艇5号艇4号艇となります。インセンターの4艇が0台へと踏み込んでいきます。なかなか厳しいスタート合戦でありましたが、先頭はこらえきった1号艇の沖津、2番手追走が3号艇の赤岩、3番手からは2号艇の吉田、上位3艇は1、3、2、4番手以降6号艇5号艇4号艇となっております。ラストマークの旋回に移りまして、先頭は1号艇の沖津です。2番手から追走は3号艇の赤岩、3番手は2号艇吉田、上位3艇は1、3、2、4番手以降は6号艇、5号艇、4号艇が続きます。先頭1番の沖津五輪、2着3番赤岩五輪、3着2番の吉田五輪、6番若林五輪、5番4番が五輪。以上尼崎第3レースでした。第3レース着順確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着2番、以上でございます。